2026北中米ワールドカップアジア最終予選が大変なことになって生きているんだぜ。順位のことかしら？確かに C 組は大変なことになっているわよね。いや、どちらかといえば政治に絡んだ問題だぜ。そっか。ついに韓国に制裁が。実はそれが韓国ではなくてだな。まだ韓国の問題が可愛く見えるほどの問題が発生しているんだぜ。どういうことかしら？韓国のが可愛く見えるなんて相当ね。今回の問題の対戦カードというのがバーレーン対インドネシアの試合だぜ。あら？日本と同じ C 組で発生している問題だったのね。どういう話なのかしら？端的に言うのであれば、バーレーン協会が自国代表選手の身の安全の確保のために中立開催を訴えているんだぜ。インドネシア開催よね？国際情勢が不安定なわけでもないし、テロがあるわけでもないと思うんだけど、なぜなのかしら？その問題の発端がアジア最終予選第3節バーレーン対インドネシアで発生していたんだぜ。何かあったかしら？あまり記憶になくて。当初示されたアディショナルタイム6分に対して実際の追加時間は9分になってしまったからな。まさかその追加時間に失点したんじゃないでしょうね。絶対に荒れるわよ。そのまさかなんだぜ。だからこそインドネシア側は激怒しているんだ。これは AFC もやってしまったわね。審判の問題なら AFC そして FIFA、IFAB へと流れていくわね。その荒れっぷりはなかなかでな。インドネシアメディアによると、インドネシアサッカー協会は FIFA と AFC に意見書を提出済み、AFC の公式 SNS に批判コメントが殺到するほどの実態になっているんだぜ。90プラス6イコール99というのはインドネシアでちょっとした流行になっていて、AFC や審判団などに対する脅迫的な投稿も行われているんだぜ。これはなかなかにひどい状況だけど、これだけで中立開催を求めるのは弱くないかしら？ああ、それはその通りだ。それに関してはバーレーン協会も知っているだろうな。それじゃあなんで中立開催を求めたのかしら？バーレーンの代表選手にも殺予告などが殺到しているようでな。容認できない行為と遺憾の意を表明しているんだ。それは確かにやってはいけないことだわ。だからこそ代表チームの安全のためとして、中立地での開催を要請する方針を示したんだぜ。これは実際のところ通るのかしら？普通に考えれば通るわけがないだろうな。さらにバーレーンでホーム開催を一度やっている分ハードルが高い。仮にこれが試合前であったらあり得たのかしら？時期にもよるけどな。2試合ともに中立開催でという申し出を両協会がするならできなくはないだろう。なるほどね。ただスポンサーや放映権の問題を考えると、今の AFC は首を縦に振ることはなかっただろうな。放映権量が高すぎるのが問題なのよ。サッカーって誰でも楽しめるスポーツだったはずなのに。ただこれをバーレーンが言ってしまうのは個人的に良くないと思うんだぜ。それはなぜかしら？インドネシアよりも観客のコントロールができていないからだぜ。私はあのレーザー照射は忘れてはいない。確かに実際にやっているものね。それを行った国から代表選手の安全性を考慮してというのはあまり聞きたい言葉ではないんだぜ。安全性は大事だけど、あなたたちこそ守っていますか？ってやつね。あまりよろしくないコメントが飛んでいるけども、まだ行動には起こしてはいないからな。そんなに気になるなら国際的な問題にして捕まえてもらった方がいいと思うわ。危ないことに関する予告に関してはそれくらいしてもいいけどな。それを理由に中立開催はないだろう。インドネシアはかなりのご立腹だったのね。インドネシアのジョコウィドド大統領も怒りのコメントを残しているからな。本当に腹が立っている。インドネシアはすでに2対1でリードしており、追加時間は6分だった。笛が吹かれるまでに9分が経過し、最後の瞬間にゴールが決まった。かなりのご立腹ね。イライラしているのが伝わってくるわ。ただ注意してほしいのはバーレーン側に向けてではなく、審判団や AFC に対するイライラだぜ。ファンの反応を見ていきたいわ。それは都合良すぎるのでは。せめてインドネシアにとってもメリットになる理由を提案しないと。選手に危害が加えられたりするのは望まないけれど、ファンの怒りはもっともだし、これで要望が通ったら今後もバーレーンのホームゲームでの怪しい判定が助長される恐れもある。このような事態を招いたのは AFC が長年中東の笛を放置していたことも一因だ。どんな判定だろうが審判は絶対に正しい。文句を言うな。では納得しない人がいるのは当然。
AFC は国際試合の後は審判の判定をチェックし、おかしな判定があればその審判は二度と使わないなど対処すべきだ。この問題でバーレーン側を標的としたインドネシアサポーターはターゲットを間違っているわよね。あくまでも糾弾されるべきは審判団であり、大会を管轄している AFC だからな。イライラしすぎて叩くべき対象を間違えているわよね。それにこの怒りに関してはインドネシア氏も伝えているぜ。審判の判定により、すでに見えていたインドネシアの勝利が台無しになった。審判のリーダーシップに関して FIFA に抗議文を送った。と試合終了後間もない記事だったからな。インドネシア側は早急に対応したのが伝わってくるぜ。それはそうよね。追加6分プラス3分なんてなかなかないわよ。とはいえこの試合で考えるならアディショナルタイム中に止まる時間がたびたびあったからな。確かにそんな場面はあったわよね。アディショナルタイムが6分だったとしても負傷者が出たりした場合は時間が止まっているからな。昔のように時間稼ぎでどうにかというのはできないのね。時間稼ぎをしたいなら J リーグの鹿島アントラーズが得意とする相手コーナーフラッグ近くでキープするのが一番だぜ。通称しかじまるね。あれならプレイ時間が止まってもいないからな。合法的に時間稼ぎができるんだぜ。でもここまで追加されるのはなかなかないわよね。それが実は結構身近なところで発生した例があるんだぜ。え？どこかしら？ J リーグだぜ。え？ J リーグでそんな例があったの？19分間のアディショナルタイムだぜ。これは審判の混乱によるものではあったんだけどな。混乱？アディショナルタイム中に負傷者が出てしまって、それを追加してしまったんだぜ。追加しちゃダメなの？厳密に言うと時間は停止しているわけで追加はしちゃダメなんだぜ。なるほどね。その辺の誤解があったせいで次々と負傷者が出てしまったがために19分にまでなってしまったんだ。この分数は本田圭佑さんにぜひとも見てほしかったわね。8分でもあれだけ驚いていたんだから。大変な反応をしてくれるだろうな。ちょっと気になるわね。そんな感じで大荒れとなりつつある C 組なんだが、中国にも注目したいところだぜ。中国って？11月に2戦目があったわよね。その通りだぜ。そんな中国の11月初戦はバーレーンなんだ。中国としてはここは是が非でも勝利を飾りたい試合のはずね。それにもしかするとかなり荒い試合をする可能性も高いんだぜ。何せ累積が溜まりつつあるからな。なるほど。バーレーン戦で累積を貯めて日本戦でリセットするという方式ね。インドネシア戦の中国の戦い方を見ているとそれくらい割り切ってきてもおかしくはないだろうな。バーレーンからしたらかなり荒くくる中国を相手にするのって怖くないかしら？ある意味では中国は今は捨てるものがないギリギリのラインにいるチームだからな。急須による猫髪があるかもしれないわね。それくらいには追い詰められているからな。何をしてきたっておかしくはないだろうぜ。それでリーチは何人いるのかしら？リーチとなっているのは全てが主力組で6選手が次にイエローをもらうと累積で自節出場停止になるんだぜ。その6人にイエローをもらってくるような指示があってもおかしくはないわね。ああ、ただやりすぎて。複数試合出場停止になることだけは避けてほしいんだぜ。それがありそうなのが怖いわね。加減を知らないところがありそうだもの。中国にとってインドネシア戦の 2-1 の勝利は大金星と言っていいものだったはずなんだが、あの勝利がなければワールドカップへの出場権を完全に失ってしまうところだったからね。ただ国内での見方は異なっているようで、中国のポータルサイトは、言葉がない。中国代表はインドネシアを破ったが、世界のサッカー界で稀に見る醜い場面を生み出したとフランコ・イバンコビッチ監督の采配を批判しているんだぜ。そんなにひどい采配をしていたかしら？中国のメディアが注目したのは主力のミッドフィルダーシェイウェンが4度痙攣を起こしても交代しなかったことなんだぜ。それでそこまで叩くの？重要な試合だからフレッシュな選手を投入してほしいのはわかるけど、そこは戦術的な判断が大きくなる場面だからな。交代選手が十分にタスクをこなせるなら躊躇なく交代できたとは思うが、交代選手の質の問題なのね。仮にその選手が抜けたことで連携面にも支障が出てしまうなら痙攣していたとしても出てもらった方がいいケースもあるからな。でもこの日の中国って明らかに守備に全力を傾けていたわけだけど、そんなに痙攣を起こすなんて鍛え方が足りないんじゃ？いやいや、意外かもしれないがずっと守備をやっていると頭も使うし、うん、無理に足を出さなきゃいけない場面だってある。さらにはスプリントをかけなきゃいけないなどなど、聞くだけで足がつりそうになってきたわよ。それをピッチ上で90分間継続しなきゃいけないんだ。き
え方が云々ではなく誰もが痙攣を起こしうるほどの戦術だからな。欧州のトッププロならないかもしれないが、そもそもここまで攻められない。味方が攻撃に転じたところで休めるものね。だがこの日の中国はほぼ90分間ノンストップで守備に回っていたからな。休む暇すらなかったわよね。ただ中国メディアに足りないのは自国とインドネシアとの戦力差だな。ものすごく采配を叩いてはいるが、そのような対応をしないといけないほどの戦力だったんだぜ。采配を叩く前にやるべきことがたくさんあるはずなんだぜ。それはそうよね。そんな中国と中国国内で日本は戦うわけよね。正直そっちの方が選手に危険が及ぶんじゃないかとさえ感じているだぜ。日本も AFC と FIFA に中立開催の申し出をすべきなんじゃないかしら。どこでやるんだぜ。地理的な間を取って韓国とか芝がボロボロだろうな。それなら中国でやった方が選手の安全性が保てるんだぜ。最後に中国に対するファンの反応を見ていきましょう。監督と選手の関係性が気になるところ。この選手は監督を信頼できてるだろうか。浦和レッズの監督がリカルド・ロドリゲスさんだった頃、関根選手が試合中に肩を脱臼しても十数分は走らされ続けました。まともに関根選手も走れないような状況で、本人も早く交代してくれというジェスチャーをしていました。それでも2人には信頼関係があったのかなと思います。痙攣しても替えの効かない選手ってことも十分にあり得る。交代で入る選手との差が若干ならすぐに交代もできるけど、個人としてまたは連携面で明らかにレベルが落ちるとなれば、痙攣をしててもその選手の方が使えると判断して監督は変えにくいと感じます。この試合まるで W 杯優勝したように選手たち喜んでたね。泣いてる選手もいたな。15億人からのプレッシャー半端ないのかな。11月の最終予選も一体どんな波乱が起こってくるのか、しっかりと紹介をしていきたいわ。だな。また最新情報が入ったら紹介をしていくぜ。